8月13日土曜日の全国のお天気をお伝えします。台風8号が接近または上陸するとみられ、東海や関東では大雨に警戒が必要です。移動などを予定されている方は最新の情報をこまめにご確認ください。また東北北部は前線が停滞し、引き続き雨の降りやすい状況となります。これまでの雨で地盤が緩んでいるため、引き続き土砂災害などには警戒が必要です。また西日本は日差しが届いても変わりやすいお天気となります。天気の急変にご注意ください。また各地蒸し暑い体感となりそうです。日差しが乏しくても熱中症対策は欠かさずに行ってください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご利用ください。